ハーチューです。マザーズバッグの中身を見たいというリクエストをちょっと前にいただいてたので、今日はマザーズバッグの中身を紹介していきたいと思います。で、今日は実際に半日息子と一緒に出かけていて、そのね、帰ってきた荷物の中に先で使ったものを入れ直して、で、今日使ったバッグっていうのを再現してご紹介していこうと思っています。マザーズバッグっていう名称がもやっとしていて、ファザーズバッグとはなぜ言わないのだろうとか、マザーズバッグという名称に母親が準備をして母親が持つっていうイメージがね、まとわりつく気がするんですよね。いつかペアレンツバッグに名称が変わるんじゃないかと思っています。今日持ってたのはこれですね。楽天ルームのモニター案件でこれいただいてて使いたかったので、それで持っていきました。ルートードとポケットの位置とかが一緒なので、私は使い慣れてる感じでとても使いやすいです。で、違うところがね、こっちは上がチャックなんですよね。結構乱暴に物を入れてもチャックを閉めちゃえば物が飛び出たりとかしないので、とても使いやすくて私は気に入ってます。で、この動画自体は特に案件の動画とかでもないですし、バッグの PR でも何でもないです。本当に、今日使ってたバッグです。で、このバッグと、あと後ろに映ってる抱っこ紐と、あとこの買ったばっかりのスマホケース、これの3点セットを今日持ってましたね。スマホケースがあるとすごくいい。帰ってきた時とかも鍵がここのちっちゃいポッケの中に入ってたのですぐ出せたし、あとリップクリームもここで出し入れしたりとか、写真撮る時とかもスマホパッと出せたり、今日は旦那と一緒に出かけたので会計の時は常に旦那が財布を出してくれたけど、まあ、会計があったとしてもここの裏にカードが2枚入ってたのでスムーズにできたと思います。色違い本当買おうかなというふうに思ってますね。気に入るバッグはね、私色違いで揃えたい人なので、せっかくこのスマホケースは使いやすいんですけど、リップクリームをもうここに入れるって自分の頭の中では決めてるのに、まだ習慣づいてないから、なんかこの中入れちゃったりとか、いろんなところにリップがいっちゃって、それであれどこだっけっていうのを今日 2,3 回やりました。使いやすいもの持っててもね、習慣がついていかないみたいのが、決まった場所に決まったものを入れるっていうのを習慣づけていきたいですね。いろんなシミを見つけたんですけど、これは今日出かけた時に、息子抱っこしてて、おせんべいとか食べさせたのがちょっとこう固まっちゃってますね。これは洗濯したら取れるやつなので、皆さんも気にしないでください。ぴょぴょぴょっと紹介していきたいと思います。今日は出すことはなかったけど、まず財布ですね。ちっちゃい財布も買ったんですけど、結局レシートを入れるのが長財布の方がいいなとなって、長財布に戻りました。うちの近くのね、ドラッグストアでね、クーポン券を紙でくれるんですよね。で、そのクーポン券とかを入れなきゃとかなってると、やっぱこっちの財布の方が便利だなっていうことになっちゃいました。財布は難しい、ほんと。財布の半分使ってないので、もうちょっとちっちゃくできるんじゃないかなと思って、今ぴったりの財布を探し中です。自分用のお水ですね。で、息子用のベビー麦茶で、自分用のティッシュ、そしてお尻拭き兼、まあ、手とか拭いたりする気に入りのお尻拭き、グーンっていうティッシュです。これはもう本当にいつも持ち歩いてますね。で、おむつケース、このおむつケースは雑誌の付録だったんですけど、すごくいいサイズで気に入ってるので、ここに3つおむつを入れて今日は持ち歩いてました。あとおむつ袋もここに一緒に入れてますね。で、これがミルクセット。ちょっと今ミルクセットから出てたんですけど、お湯はここに入れて持ち歩いてます。ハンドタオルでしょ？これはもう息子の汗拭いたりとか、自分が手拭いたりとか、いろいろ使えますね。で、今日はね、写真撮りたかったから、ナギムシムのバッグに大きいカメラ、いいカメラを持ち歩いて、今日は息子の写真を撮ってました。このね、レンズのところが高いので、レンズケースが外れて、レンズが傷つくのが怖いので、これに一回入れて、そしてバッグの中に入れてます。ちょっとプロの人からしたら、私の持ち運び方法は雑かもしれません。あまり参考にしないでください。ちゃんとカメラの扱い方はプロの方の動画を見た方がいいと思います。
これはもう子育てでいっぱいいっぱいの時にでも写真を撮りたいっていう欲張りな女のマザーズバッグの中身っていう感じです。こっちで撮るの大変なので基本はここに iPhone 入れてこっちから撮ってシュッて撮ってるかな。でこれもまたラギムシムのエコバッグ、ここに洋服とかを入れてました。あとは脱いだ後の着替えを入れておくビニール袋ですね。今日ところどころ雨が降ってたので傘を入れてたんですけど、なんか出がけに傘入れたっけってなって結局2本入ってた。これが今日一日重かったです。まあ車の中に置いてたんですけど、あ、2本持ってきちゃったって思いました。ありますよねこういうことね。大きいバッグってすごく便利だけど中身が見えなくって、こういう2つ入れてしまっていた事件が起きやすいなと思います。でマスクも2つ持ってた、まあ、マスクはねパッとつけたり外したりとかするから2つぐらいあってのもいいのかもしれないけど、でマスクはねこうちょっとご飯食べる時とか外した時にここに入れてましたね。こういう時にあの外のバッグあると便利だなと思いました。で今日はリップ2本持ち歩いてましたね。アディクションのこう見た目白いんですけど唇につけるといい感じに発色する、これなんだっけ、唇の形になってるすごい可愛いやつ2本を持ち歩いてました。ただもうこれもね息子といる時はてんやわんやでほぼもう唇リップしか塗ってなかったかも。こういう日はもうそのまんま写真撮ってアプリで後から色をつけるっていうことをしてますね。これに加えて離乳食、おやつ、おもちゃが入ってたんですけど食べちゃったのでちょっと今見せられませんでした。おせんべいとかクッキーとか結構大量に持ち歩いてたおかげで息子がぐずった時にすごく役立ちました。息子のね食欲にも波があるので足りないっていうことが怖いのでちょっと多めに持ち歩いてますね。あ、やり忘れたけど合計何キロってやったらよかったかもしれない。次ちょっと元気ある時にやろうと思います。というわけで今日は私のマザーズバッグの中身をパパパンとご紹介しました。別に子育ての専門家とかではなくただの素人ママなのであんまり参考にしなくていいです。そんな感じかな。ではではまた。